ケミカルメーカーの AZ でエンジンオイルを買ったら、おまけでチェーンクリーナーをもらいました。一緒に買ったチェーンルブと合わせて使ってみます。実はチェーンクリーナーを使うのは初めてです。私の場合、チェーンの洗浄は中速乾タイプのパーツクリーナーを使っていました。チェーンもクリップ式なので、取り外してコンテナボックスに入れて、その中で洗っていました。今回はチェーンを取り外さずに、車体についたままチェーンクリーナーで洗ってみます。まず、チェーン全体にたっぷりと敷します。たっぷりスプレーしたためか、だらだらとたくさん流れてすごいことになってしまいました。しばらく置いてからスプレーしながらブラシで汚れを落としていきます。チェーンをずらしながらブラシをかけていきます。一周ブラシをかけてだいたい汚れは落ちたようです。ただチェーンを車体につけたまま洗浄していますので、スイングアームとその周辺がチェーンクリーナーでベトベトになってしまいました。しかもこのチェーンクリーナーはなかなか乾燥しません。っていうかいくら待っても乾燥しないので布で拭き取りました。次にチェーンルブを塗布します。今までは RK のチェーンルブを使っていました。この RK のチェーンルブ性能は良いと思うのですが、粘度が強くて塗りにくいです。しかも粘度が強いくせに飛び散りがひどいです。今度の AZ のチェーンルブはどうでしょうか。スプレーしてみて粘度は強そうではなくサラッとしてます。チェーンを回しながらスプレーしただけですが、隅々まで浸透しているようです。非常に軽くタイヤが回るようになりました。この後1日走ってみましたが、十分に潤滑していて数日間の走行でも持続するように思います。チェーンルブの塗布から約16時間後に走行してますが、オイルの飛び散りは全くありませんでした。潤滑が十分に続き、オイルの飛び散りもない、とても良いチェーンルブだと思います。今回は AZ の商品でチェーンクリーナーとチェーンルブを使ってみました。私としてはチェーンクリーナーは今一つな気がします。今までやっていたようにチェーンを取り外して中速乾のパーツクリーナーを使った方が良いと感じました。チェーンルブについては浸透も良くて塗りやすい、そして持続しつつも飛び散らない、とても良いと思います。